皆様、新年明けましておめでとうございます。今年も始まりました、招き猫のインプロテレビ。即興パフォーマンス招き猫のゆういちです。さよです。泉です。よろしくお願いします。即興パフォーマンス招き猫は愛知県を中心にインプロの公演やワークショップをしている劇団です。インプロっていうのはイギリスで生まれた台本を使わない即興のお芝居。演技力、演出力、脚本力などが育てられるたくさんのゲームがあるので、このインプロテレビでいろいろやっていきたいと思います。やるぞ、うん、はい、うん、それでは今日のメンバーは、はい、今年は俳優業に力を入れていきます。中野雄一です。はい、今年はインプロと心理学を合わせたインプロセラピーっていうのを作ったので広めていきたいと思います。中和さよこです。僕は自分で作ったこのものづくりの講座をどんどん広めていきたいと思います。泉さん、ひろゆきです。今日もこの3人でお送りいたします。送るよ。それでは今日のインプロのコーナー、どん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 。今日のインプロは殿様ゲーム。説明しよう。殿様ゲームとは相手をハッピーにするというゲームです。ハッピー、はい、いや、やりましょう、やりましょう、はい、じゃあ早速行きましょうか。はい、ね、はい、せーの、ぽよ。はい、それでは、殿様ゲームやっていきたいと思います。やるぞ。ちょっと趣旨を説明しよう、はい、なぜ相手をハッピーにしなきゃいけないのかと、うん、ね、おー、大事、ね、やはりお互いにいろいろ、なんていうのかな、支援するときにね、うん、相手を、いい感じに気持ちよくさせてあげた方がいいわけですよ、うん、ね、嫌な気持ちになりながらシーン続けてもあんまり良くない、うん、あ、うまくいかない、ね、うん、自分たちもうまくいかないし、うん、お客さんもなんか分かってるよね、なんかね、うん、見ててしんどい感じが、うん、あ、うまくいってないなとか、うん、嫌だなと思いながらやっていると、うん、で、そしたらもうその瞬間にやめてしまう、うんうんうん、で、そしてこのゲームはその瞬間を教えてあげる、いつ嫌になったのか、うん、あ、うん、やめてしまうってのはそのシーンをやめてしまうってことね、うん、そう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 、うん、ね、で、そうしないと学べないよね、うんうん、いつ嫌になったのか、うんうん、で、同時に自分も我慢しないようにする、うんうん、いつ嫌になったのか、うん、いつやる気なくなったのか、うん、だから自分の都合でもいいです、うんうん、それがわからないと、うん、なんかもやもやしながら続けていって、だんだん人のせいにしちゃうと、ね、OK、ね、やりましょう、ね、それを知っていくゲームということです。はい、ね、じゃあ行きましょう。じゃあまず座ってください。じゃあ一人殿様が座ります、はい、私殿様がいい、ね、設定はですね、殿様と家来の設定にします、ね、そして殿様がいまして家来が来ます、うん、で家来は、殿様が気分がいいようにこう関わってください、うん、で殿様は、気持ちよければそのまんま続けてください、うん、でも途中でも途中でちょっとでも嫌になったら、うん、くせ者と言ってください。くせ者、そしたら家来が、やってきて、うん、連れ去りますから、はい、OK、ですか。それでもう終わりです。 OK、うん、ということでちょっと前記憶見ますよ。はい、さあそれでは行きましょう。殿様ゲーム、3、2、1。殿様、なんだ。この度南蛮より髪の毛をカットする美容師をお呼びしましたので、ほう、はい、ぜひ殿様の髪型をきれいにセットいたします。なんでやろう、セットまだ、うん、まだ美容師役で出てないよ。殿様、今何が悪かったでしょうか。せっかく、はい、こう殿様っていうこんなにこう、うん、和風な感じで、ね、醸し出してるのに、はいはいはい、なんかセットとか横文字ばっかり使うんだもん。ね、うん、空気が、世界観がちょっと崩れたと。そう、なんか美容師の時点でどうかなと思ったけど、もうセットでダメだったね。そういうことですね、うん、本人は良いと思ってやってても、うん、ね、この人がちょっとでもちょっと違うなと思ったらやめとくと、うん、いうことです、うん、次行きましょう。よし、じゃあでは行きましょう。用意、殿様、うん、なんだ、珍しい花が手に入りました。花、はい、おお、いいな。こちらのタンポポでございます。タンポポ、青いタンポポでございます。青いタンポポ、珍しいな。はい、うーん、青いタンポポを見ると、うん、心が休まると言われております。そうか、やはり殿様は普段から世のこと、民のことを考えていらっしゃる、うんうん、私はこの
タンポポを見て少しでも心安らかでいていただきたいのでございます。なるほど、そうかそうか、それは嬉しいな。じゃあこちらに飾っておきますでございます、うんうん、見て安らぐわ。はい、くそこっちでしょ、こっちでしょ、こっち、こっち、シーンとしたが。だって出てこないもん。いや、出ていいのかわからないで。シーンとした。ね、だってさ、うん、私を満足させられてよかったと思って去ってった。他の人がパッと入ってった方が喜ぶかなと思って。そう、シーンとしたわ、うん。なんかしなきゃいかんって今頑張ろうとしたから、なんかダメだ。ダメだ。2回ですね、これで。殿、なんだ。今日はいい天気でございますな。おお、そうだな。天気がよくございまして、うん、とてもポカポカしております。うん、あったかいな今日は、うんうん、まあ、こんな日はやはり外をうろうろされた方がいいかと。 うろうろ、草物は何なんだ。うろうろとはゾバうん、何がお気に召さなかったでございますか。うろうろというのはなんかいかにもお前暇してんだろうみたいな。暇なわけじゃない。あ、言葉のチョイスおかしいよね。徘徊するみたいな。うろうろ。あんま言った時にちょっと思った。ちょっともう一回と言って、うん、じゃあこれです、ね、そういうことです、うん、ちょっと私を気持ちよくさせてよ、はい、さっきあっという間に殿ね、着せ物って言っちゃったからさ。では行きましょう。よーいたろ、うん、殿、なんだ。今年はあの面白いおもちゃが手に入ったのでございます。ほう、どんなおもちゃだ。こちらですね、ほう、近づくとその人の顔が見えるのです。ん、覗き込むと今、殿の顔が見えてます。クソマだー、なんでなんでなんで。その今は何が。最初に、はい、とても面白いものがあると聞かされた、はいはいはい、でその後、うん、わしの顔が見えると言った、うん、これわしの顔が面白いということか、うん、失礼ではないか。失礼でございます。そういうことでございます。全く気づきませんでした。今何ですか。でも、どの顔はとても面白いお顔をされていらっしゃいます。くせもなだって面白い顔してるじゃん、ほら。あくまで気持ちよくするゲームなので、うんね、そのつもりでいきましょう、うん、はい、ね、はい、だからうろうろとか言わないのに。ではいきます、どうぞ。殿、うん、なんだ。あのですね、うん、こちらに美味しいおにぎりが届いております。おにぎりか、はい、はい、殿、ああ、私も美味しいおにぎりをご用意しております。これどっちがいいのだ。これこちらですね、うんうん、中にあの鮭と、うん、あとイクラが入っております。鮭とイクラか、うん、こっちはなんだ。こちらはアサリでございます。アサリか、はい、うん、香川のアサリでございます。香川のアサリはいいの。ふっくらと炊き上がっております、うん、どうぞ召し上がってください。悪いの、これこちらをもらうぞ私は。そうです、こちら、うん、あの幻の鮭ケイジという滅多に取れない鮭を使っておりますがよろしいのでしょうか。1万匹に1匹と言われるケイジと言われる、あの値段もくせ者。なんでいかがなさいました。顔がうさんくさかった。なんかこれ今嘘なんだろうなって、うん、私もそう思いました。なんか幻が嘘くさい な、うん、なんか、うん、あとなんかこう珍しいものとか高いものを出せばいいだろう的な感じがね、うん、やっぱいまいちかな、うん、やっぱこうね、この人が喜ぶアサリ、はい、どうぞ。そうね、香川って言われたからね、うん、ちょっとね、香川出身だからね。あ、そっか、うん、疲れた。それでは行きます、よーい、スタート。殿、うん、殿のために、うん、私
歌を作りました。歌、ほう、はい、どんな歌だ。鳥の歌でございます。鳥、うん、では歌ってみせよ。はい、私が歌いますので、うん、もう一人の者が踊りとって参加いたします。ほう、よろしいでございますか。殿、うん、のセンスをぜひ。お、それでは参ります。うん、鳥が飛んで、何だそれは。もう歌ってたのに。なんだ今のヒラ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 って。何がいけなかったでございますか。先生すげえ、目線に向かってこうヒラ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 、鳥と鳥これ鳥を表してみたんですが、本当に良かれと思ってやったのに、ちょっと嫌がらせの気分なかった？いや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 。じゃあちょっと振り返りは戻ってからにしましょうか。それでは参りましょう。はい、せーの、トー！はい、ということで。母さん、ね、どうでしたか？殿様ゲーム。はい、私ね、うん、すごくいいことに気がついた。どうした？まあ、あんまりこれ普段練習しないけど、たまにやるじゃない、うん、稽古で、うん、稽古でやるときの方がちゃんと相手のためにできてる、うん、おー、そうなんだね。多分人が見てるとか、うん、こういう何こう映像で皆さんに配信されるって言ったときに、はいはい、なんかおかしなモードが発動してるんじゃないかなと思う、うん、そのヒラヒラしちゃったりとか、そうそう。どう、あのね、僕はね、正直いつなんていうの、くせ者って言おうと思ったかっつうと、うん、彼が踊りますって言った時に、うわ踊りたくねえなーと思って、あそうだ、嫌だな、俺クセモノって言いたかったなって。え、だってもう言えないじゃん。うん、そう、殿様じゃないけど。そうなんですよ。あ、殿様が良かったってこと。うん、違う、あの時に、あ、うん、うわ嫌だなって思った。うん、どうだった。うん、あね、結構なかなか自分の言いたいことを言うっていうか、嫌なことをこう言うっていうのはなかなか難しかったんですけど、うん、今は明らかになんか腹が立ったりとか、うん、なんかムカッとしたっていうか、うんうん、っていうのがすぐ分かったのが良かったなって思います。うん、うん、なんかいつもよりでも優しくなかったよ。うん、優しくなかった。普通にうんって言った、うん、なんかさ、いつもの方がなんかもっとこっちのなんか、うん、相手のことをすごくなんかこう喜ばせようみたいなのが多かったけど、今日はなんか割と自分の方にシフトしてたのかな、もしかしたら。かもしれないね。うん、自分優位っていうか。ん、それいつの時？殿様の時？本当嫌だなって思ったやつは殿様の時が、うん、あのすごい分かって、うん、で誰かにこういいものですよって出していく時に、うん、結局後から考えると自分本位っていうか、うん、ああそうなんだ、うん、っていうのがあったなって。へえ、うん、そうなんだね。そうそう、だからなんか相手にいい時間をっていうところでは、うん、もしかしたらまだまだちょっとね、私たちは足りてないのかなっていうのを思ったけど、うん、でも嫌だっていうのが言えたのは一個いいとこだったかなって思います。はいはいはい、そうだね、うん、自分本位の招き猫。うん、なかなかね、うん、あの簡単なようで難しいゲームだなって思います。うん、そうだね、はい、うん、なんでぜひね、あの普段からほら自分が何が嫌かっていうのを意外に言い損ねちゃって、うん、そのまんまこうシーンが進んでしまって、うん、あの時言ってくれれば直せたのにとかっていうことがあるから、まず言った方がいいなって思うし、うん、でやっぱりこう自分が良かれと思ってもちろんやるけど、はいはい、やっぱ良かれと思ってやった方がいいよね、うん、なんか相手のことを思って、うん、そこはやっぱね、なんか足りてない気がする、うんうん、そうだね、うんうん、あとはまあ練習して終わった後にとか、うん、シーン終わった後に言う必要があるよね、うん、あの時実は嫌でしたとか、うんうん、ああそうだね、うん、後から、うん、まあ、本当はその時言った方がいいけど、うん、言えない時もあるもんね、うん、それをやっていくと、あの時嫌だったなあんなと、自分はこういう状態だったなとかさ、うん、そういうの振り返れるわけじゃない、うん、ね、そこ言わないまんま終わってしまうと、うん、お互いに分からないまんまなのです、うん、なかなかさ、うん、日常生活でも考えさせられる回になってしまいました。そうだね、うん、はい、
今年1年頑張っていこうと思います。そういうことを言っていこうと。そう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 、ね、そういう年ですね。そうなんです、うん、で今回がね2016年最初、うん、一発目のインプロテレビだったんですけれども、うん、どうでしたか。はい、今年はどうです、うん、どうでしたか。今年はですね、うん、あのもう思ったことをどんどんやっていこうっていう、うんうん、開き直った感じの、うん、髪の毛切ってなんかちょっと性格変わっちゃった。それはそれでいいんじゃない。おー、うん、そっかそっか、うん、ゆいさんは、まあ、楽しくやっていきましょう。うーん、私ね今日やってみて、うん、やっぱりなんかこう緊張してたりとかまだ慣れてなかったりとか、うん、あと、うん、なんで練習と全然なんか練習とっていうか、うん、普段やってる感じと違うのみたいになった時に、うん、なんかこう私が頑張ってなんかフォローしなきゃみたいにやっぱりなりがちだから、そこもそうじゃないように、うん、なんか今日の殿様ゲームを使ってなんかやっていきたいなって思います。はいはい、うん、うん、いいですね。さあ、ということで終わりましょうか。はい、はい、じゃあ、昨年は大変お世話になりました。はい、即興パフォーマンス招き猫、今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではまたね。バイバイ。